本日成長戦略を大胆にパワーアップしました。頑張れば報われる、その自信を日本経済は再び取り戻そうとしています。景気回復の実感を必ずや全国つつ裏裏にまでお届けする、これこそがアベノミクスの使命であると考えます。従業員のモチベーションを上げないといけないんですから、そうするとやっぱ還元していって次のステップにまた上がっていかないとダメですから、ね、来年度から数年間 20% 台まで引き下げることを目指します。安心して子育てのできる社会を作り上げていきたいと思います。女性がリーダーシップを取った方がむしろ消費者という視点からうまくいっていく。安倍内閣の成長戦略、タブーも正義もありません。あの技術だけではもし栄養で気合でいけばそうでもある。もし It's beautiful and the food is the best.今日よりも明日はきっと良くなる、その希望に満ち溢れた日本、そうした日本を取り戻すため、国民の皆さんと共にこれからもこの道を歩んでいく覚悟です。